三島駅は和歌山県有田市三島にある西日本旅客鉄道規制本線の駅である。有田市の代表駅で中心地の一角にあり、特急、黒潮の一部が停車する。また、ごぼ方面駅を中心に当駅で特急を退避する、普通列車も多い。なお、例年8月に開催される気分祭り当日は3万人ほどの観光客が利用する。また、 東駅始発の普通電車が8本が臨時で運行される。駅東側には JR 西日本和歌山保線区三島管理室がある。1933年頃の三島駅2018年の三島駅改札口単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを有する地上駅。駅舎は端式ホームの一番乗り場側にあり、 島式ホームの2.3番のリバエは、古戦郷で連絡している、業務委託駅であり、ごぼ駅管区の業務委託駅。かつては、広川ビーチ駅、黒江駅の各駅を管理していたが、後に、海南駅に管理権限が移管され、当駅自体も海南駅の非管理駅となった。2012年6月からは、海南駅の管理駅廃止に伴い、 当駅も小坊駅の非管理駅となった。緑の券売機プラス設置駅である。駅舎は開業当初からのものを使っている。自動体外式所再動機が1台設置されている。子供110番の駅にも指定されている。2014年3月末からエレベーターの利用が開始された。上表の路線名は旅客案内上の名称で表記している。下り本線は1番乗り場。 上り本線は3番乗り場。2番乗り場は上下共用の対避線であり、基本的には、後続の特急を待ち合わせる普通列車が使用する。2010年3月13日改正ダイヤでは、和歌山方面への対避列車がなかったことから、サビ取り列車として、1日1回のみ2番線に入線させていた。近年の1日平均乗車人員の推移は、以下の通りである。 美の島の町並み有田市役所周辺は有田市の中心市街地である。また、有田みかんの産地となっている。ありがとうございます。